夏の菓子金玉をまぶした紫陽花の金等、他の菓子とも組み合わす。練り切りとは和菓子の一つ。白あんに砂糖、山の芋やみじんこなどのつなぎの食材を加え、調整し、練った練り切りあんを主原料とする生菓子を言う。この白あんに色合いをつけ、四季お料理の植物や風物詩をかたどる繊細な細工を施し、修儀や茶席で使う上昇菓子が多い。 正しい名前は、練り切り庵といい、一般的には略称で練り切りと呼ばれる。生地は、他の菓子類の材料としても用いるが、完成した製品も、練り切りと呼ぶため留意が必要である。高級となる上物は食材に、白小豆、白笹げ、白因縁、エビ芋、山と芋、ゆり根を加え、日常用の並物には、代用に手棒豆や長芋を用いる。また、 並物は、つなぎの食材を牛皮で済ますこともあり、上物と並物では材料に相違がある。しかし、白小豆は生産量が減少にあり非常に高価格なため、上物の練り切りであっても白小豆を使用しない傾向となってきている。適度な柔らかさと粘度があり、これを様々な形を彫刻した木型に押し付けたり、 手やヘラで成形して細工を施し、食紅や口なし、合成着色料などの食用色素で彩色して和菓子に仕上げる。そのまま和菓子に仕上げられるほか、他の材料とも組み合わされ餅菓子などにもなり、季節に合わせた様々な色、形のものが作られる。茶道の種菓子などにも供されるため、上昇菓子に組みする。練り切りには和菓子材料の側面もあり、 練り切りを材料に使っている和菓子には練り菓子と餅菓子がある。全国和菓子協会では、牛皮、粉し、雪ひらなどと一緒に練り物に分類している。砂糖、あずきあんが流通する江戸後期にはすでに作られていた。ありがとうございます。